ってますね。はい、あと右です。これでも行きました。井上尚弥です。チャンピオン、あっと消えた。あの繰り返しは田島さんもこれチャンピオンです。ワン、ツー、スリー、フックの乱れ打ちです。おっと角度を変えての右バッターから左のダブル。第一ラウンド井岡一人選手が持つ7戦目、それを上回る6戦目の左だ。そして右の森ストレート、非常に鉄壁のチャンピオンを捉えています。これがそうだ、右から左チャンピオン、はい、という右のストレート、ロングの右のストレート、右ワンツースリーフォー、強烈な井上のパンチです。空振らしといて打ち終わりを狙ってますね、はい、デビュー6戦目という井上尚弥、今日世界チャンピオンという大記録を達成します井上尚弥。ボディーから最後は右フック、狙っている、右フック、あ、切れましたね。あーっとチャンピオン、パンチ切れました。おそらくこれは有効だと失格でしょう。そして今リングサイドでお母さんの美穂さん、さらにお姉さんの遥さん、この井上尚弥のこのラウンド、これまでは出られなかったチャンピオンですが、この4ラウンドになって出てきて、さあこれがチャンピオンのスタイルなんですが、ブロッキングでこれはかわしていく、打ち返していく、ブロッキングでディフェンスで通されています。おー、右のストレートだ、左ボディに力を込めてきます。チャンピオン、しかしあ、ここまでは完封状態です。右の打ち下ろし、これはフックをまとめてきますが、これ井上ブロックしてますかね。ブロックしてますね、はい、あんまりもらわない方がいいですよ。そうですか、あ、しかし左フックだ、これも後ろには下がります。今ちょっとアウトセットになりました。一瞬左にもらいました。この試合初めて井上尚弥が少し被弾気味になっていますが、そうですか、あと思い切りなんですよ。ああ、トリギロスクラブ、思い切り、うん、はい、カウンターを怖がらずに思い切って振るんですよ、ね、なるほどね。上からですけども、はい、今までにもらったことないパンチ力ですね。なるほど、はい、今まではないです、はい、こういう感じなんですよ、はい、手数も出ますしね、はい、あとショートラン、井上ショートラン打ち勝っている、右のフック、右のフック、こめかみを捉えている、逃げ逃げ、チャンピオン下がる、チャンピオン下がる、左フック、井上尚弥深を言わせずにワンツー、右のフック、ダウンを奪いました。ダメだ、やりました、打ち勝ちましたからね、最後は倒しました、はい、最後は本当にもう世界大の最強新チャンピオン、モンスター最速でこの